きましたね。こちらです、ね、はい、でドアを外されたんです。外されたんです。この上のピンを抜くと機械がこう、はい、ポーンってこう、じゃああのあれかな、ペンチみたいな引っ張れば取れる、そういうことですか。マイナスみたいなんでこうコン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 、おお、で、あとはドアをこう持ち上げる。なるほど、ありがとうございます。それで置いておきます、ね、はい、すいません。はい、お疲れ様です。今日は11月27日です、はい、引き続き絶賛風邪をひいております。でもね、結構良くなってきてると思います。なんとなく昨日ですかね、生薬っぽい、活人っていうやつと、あとなんだっけな、なんか性正しいなんとか症みたいなやつ、とにかくその栄養ドリンクみたいなやつを、この近辺のドラッグストアでね、探して買ってきたんですね。で1本飲みました。結構調子良くなったんですよ。その後レッスンが4つぐらいで、ね、連続してたんですけれども、結構声の通りも良くなって元気もね出てきてね、今朝も一応飲んでるんですけど、良くなってきてると思います。若干今急に喋り出したからさ、喉来てますけど、良くなっていくと思います、この後ね、はい。で、今日はですね、午後からレッスンなんですが、まず洗濯機が届きます、はい。ビッグカメラでね、新しい洗濯機を注文してきたんですけども、いや、ここんとこ家電が、まあ機材も含めて相次いで、ぶっ壊れてるんですよね。本当に勘弁してほしい。今忙しいのよ。風邪ひいてる場合でもないし、こんな家電のことをねやってる場合でもないし、そしてこのカメラずっとここに置いてありますけど、いつですかこれ壊れたの。画質がおかしい。いやー、なんかザラザラになっちゃってるんですけど、これ故障してるか、もしかして。ちょっとわかりませんな。ダメじゃんね、これ。昨日からおかしいんだよ。全然直すの、これ、できてませんよ。電話すらできてない。間に合ってないのよ。はい、気合い入れて、今日もやっていきますよ。で、今ね、最後の1回、洗濯機回してるんで、もう来ちゃうから。ラストラン。はい、うちの洗濯機。回してますよ。来ましたね。お客さん、もしよろしいですか。はい、どうですか。あ、掃除機。行きます。点してますよ。おー、入った。
はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。あれですよね、確かライブ学園祭みたいなやつでしたっけ、運営やってますからねやっと寝れた。ちなみになんかどういうところとか、なんかあその具体的なやつってなんか一個ある、例えば。うん、なるほど。なんとなく今こう見てると、なるべく楽しいやつがいいから地味なんですよこういうのって。なんか右手と左手揃えましょうみたいなやつってすごい地味だから、ディープパープルって知ってる、あののやつの、ハイウェイスターって曲だったかな。一発だけ、本当は違うんだけどね、本人がやってるフレーズは若干違うんだけど、今回の練習用ってことで17打ってぜ、あの開放弦みたいな3つみたいな感じにしようかな。うん、そのネジを回すっていうことはピックアップの出力が変わると思うから変わるけど、引っかかっちゃっちゃ良くないんで変えるしかないと思う変えるしかない、うん、で人によってはそこにガムテープ貼ってる人いる。いきます。 1, 2, 3, 4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 ,
セーフ。で、お休み、あ、もう一周